はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、エンタメイジ紹介させていただきたいなと思います。エンタメイジなんですが、僕ティア表でティア3にさせていただいていたんですよね。ただまあ最近ちょっと動画出していなかったですし、実際にどうなんみたいなところとかがまあ気になる人も多かったかなと思うので、昨日の耐久配信で、エンタメイジ使わせていただいたんですよ。そうしたところ、まあ、WCS 予選のファーストステージではありますが、かなり勝つことができたんですね。なので、ちょっと自分なりにですね、いろいろ調整してみまして、最終的にこの形になったので、ちょっと紹介させていただきたいということになって動画作成しております。まず、エンタメイジなんですが、何が強いかっていうと、スキルがバカ強いです。はい。スキルのおかげで相手の妨害を、なんだろう、大取りとかで取られないのであれば、例えば裏守備にする系とかプルートとか流行ってるんですけど、そういうのであれば、スキルを使ってゴア散することができるようになってます。でさらにですね、ロンギヌスっていうカードもあんまり刺さんないんですよね。もちろんエンタメイジのダメージジャグラーの、サーチはなくなってしまうんですけれども、まああんまり刺さらないっていうことで、今流行りの、環境に流行りのカードに対して結構耐性があるなというふうに思いました。で、今までっていうのはマギストスギミックが入っていたと思うんだけど、マギストスギミック抜いてます。理由としては、大光天使がブラックホールを入れるのが主流になっていることだったりだとか、あとは、バレットがソーンバレルドラゴンで破壊してくるところ、このあたりを加味していくと、なんだろうね、前盤面をめちゃくちゃ強くするよりも後ろをしっかり、準備した方が強いんじゃないかっていうふうに思いました。なので、モンスターの比率を下げまして、その分妨害札っていうのを多く入れたっていう罠型のエンタメージにしております。で、先行を強くする一つの要因として、フレシアの小悪魔っていうのが追加されたことも、要因としてあります。フレシアの小悪魔をこのデッキは簡単に作ることができまして、フレシアの小悪魔で奈落落としの落とし穴、普通の落とし穴、小悪の落とし穴のどれかを相手によって当てていくと。で、なんでこの落とし穴入れてるかってところなんですけれども、ロンギヌスをやっぱり僕は採用したいなーって感じたんですよね。で、ロンゲンスを採用した時に、奈落の落とし穴が効かなくて、まあ、除外するじゃないですか。除外できなくて。で、噛み合いがここ悪いな。でもロンギ入れたいなってなって。で、基本的には小悪の落とし穴でいいんですけど、大光天使相手にヴィーナスに妨害当てたいんですよ。なんで、ヴィーナス用の、まあ、妨害として落とし穴を入れております。通常召喚してきたヴィーナスですね。こんな感じです。で、あと、ブルーアイズを見るのであれば、多分、こういうブリザードとか、清掃とかをいっぱい入れたらいいかなと思うんですけど、まあ、僕は大光天使とバレットをメインで見ているので、こんな感じの構築になっているっていう風なところであります。では、実際のですね、回し方だったりだとかっていうのを、ある程度の環境デッキ、相手の対面を想定して、想定っていうか、まあ、環境デッキ相手のリプレイを取ってきたので、ちょっと紹介していきたいなと思います。はい。では、まずはですね、対面サーバロンやっていきたいなと思います。で、サーバロンに関して目指したいのは、まずは、ロンギ引いてないのであれば、深淵。で、もう一枚、フレシアを目指したいです。で、一体しか、エキシーズを立てることができないっていうシチュエーションだった場合は、まあ、ハンド次第なんですけど、フレシアか深淵になります。では、まず、ハンドはこんな感じなんですが、このデッキは、ですね、要は、トリッククラウンプラスハットトリッカー2枚。これが揃えば、この3枚が揃えば、2体エキシーズ、ランク4が立ちます。逆に、トリッククラウンとハットトリッカー1とかしかなかったらランク41体しか立たないので、その場合は、ランク41体だけにするのがいいと思います。まずはトリッククラウン召喚。で、トリッククラウンをアルテミスに変えてあげます。トリッククラウンは一旦に1回墓地に落ちたら蘇生できます。500万ダメージ。で、このアルテミスをスキルを使ってダメージジャグラーに変えていきます。ある程度スキルとかは分かっている前提でちょっとお話し進めさせていただきますね。で、深淵をまず作ります。で、スキルを使
ってトリッククラウンをハットトリッカーに変えます。でちょっとしたコツなんですけど、あのダメージジャグラーを必ず墓地に落とすようにしといてください。今スキルでダメージジャグラーをここ変換させたんですが、なんでかっていうと次のターンの初動になるからです。ダメージジャグラーは墓地から除外することによってエンタメージ取ってこれるので。では、ここ2体でフレッシャーを作っていきます。で月の書1枚セットしてターンエンドでございます。でまず深淵に潜むものの効果を先打ちしておきます。そうすることによって相手は墓地効果使えません。相手このねサーバロンっていうのは墓地効果をしっかり使っていきたいんですよ。ですよね。でその墓地効果に対して深淵が強くて、なので、シャドールだったりだとかサーバロンだったりだとか、まああとは一応レビオニアはあれだけれども、あのデッキバレットだったりだとか、その辺に対して深淵は非常に強かったりとかします。で、ここリンク1があのリンク召喚成功した時にサーバロンを特殊召喚する魔法カードをサーチしてくるんですが、そこに対してフレッシャーの効果発動で小悪を落としていきます。サーバロンはメイデンっていうカードがいて、手札に抱えていると植物族のモンスターリンクモンスターね、リンクモンスターを対象に取った場合手札から出てきて無効にすることができるんですよ。なのでサーバロンに対して聖杯とかっていうのは実はあんま効かないんですね、ベーラーとか。なんで対象を取らないフレシアのモンスター効果で小悪を落としていくことによって破壊できます。でさらにサーバロンっていうのはスキルを使うことによって1回やり直しができます。墓地とかからこうやって植物族1体戻してデッキからこのゲニュースロキを取ってきます。で月の書はゲニュースロキに基本打ってください。っていうかサーバロンは裏にする妨害はもうこのゲニュースロキにしか基本打てないです。っていう感じです。これでターン返ってきました。で、ターン返ってきたらこうやってダメージジャグラーの効果から入っていきます。で、ハトトリカ特殊召喚。で、2体で、カンゴルボーム作っていきます。後ろラグあったんでね、ちょっと。カンゴルボーンは、本当はこれ横に1体モンスター置いておきたい。そしたら大取りだったとしても OK って感じになるから。まあ、こんな感じでカンゴルボームで殴って、で、GG となります。でフレシアは決めに行く瞬間はベスペネイトに変えます。ベスペネイトは貫通効果もあるので、エンタメージとしてはそれが非常に強いです。で今回エンタメージね精神操作じゃなくて大取り物を入れてるんですけれども、理由としてはそもそも後手がすでに強い。ベルズビュートとかいてゴアさんできるんで盤面を、それが強いで、大光天使相手だったりだとかに一枚妨害引きたいんですよ。月の書でもいいし、聖杯でもいいし、大鳥でもいいし。で、そこで精神操作入れちゃうと、妨害が足りなくて、先行取った試合負ける、みたいな感じになったりするんだよね。それが渋いので、僕はこうしてます。次はブルーアイズ対面やっていきたいと思います。ブルーアイズは、こんな感じで、モンスター2体並べてきます。サンダルホンはね、トリッククラウン止められちゃうから、あれなんだけど、後手の場合はハットトリッカーいるから、まあ正直そんなだね。で、相手はこの展開してきたんで、まあ、精神操作ケアでしょうね。受け継ぎし魂を打てるように効果モンスター2体にしてきたと。入ってないんですけど、こっち。で、ここ2体出していって、ここに対してベルズビュートあってます。ブルーアイズはこのベルズビュートがいるので、早めに妨害本来は吐かないとダメなんですよ。それがブルーアイズ目線は先行取っちゃってエンタメージが後攻取るとめんどくさい。精神操作もケアらなきゃいけないし、ベルズビュートもケアらなきゃいけないしっていう、これがちょっとねめんどくさいんですよね。なんで、大取り物をブルーアイズが持ってたら結構いけるかもしれないんだけど、そうじゃなかったら基本的にビュート打たれるもんだと思った方がいいので、手札に結構その大事なカードを温存しておくとか、そういうのももしかしたらブルーアイズ側は大切になってくるかもしれないです。ただね、結局ね、何が流行るかで操作、精神操作型のエンタメージに対してはそれはそれで裏目になっちゃったりとかするんで、妨害しっかり引いてないとね、難しいよね。まあ俺の構築はって感じかな。では最後大光天使やっていきたいと思います。大光天使相手どうやって作るかなんですけれども、まず、これはダメージジャグラー捨ててトリッククラウン取ってくることによって、このダメージジャグラーで2枚サーチができるんですよ、スキルを使って。なんで基本的にはダメージジャグラー引いていると2体モンスターを並べるっていうのは容易にできます。でトリッククラウン出てきてハットトリッカー出して、ここをダメージジャグラーに変えていきます。でよいしょ、ここ2体で、フレッシャー作ります。でこれもダメージジャグラーを絶対墓地に落としたいので、
フレシアの小悪魔はおそらく次効果使えますよね。なんでフレシアの小悪魔の方にダメージャグラー混ぜます。でフレシアの効果2回使いますか？使いませんよね。なんでここにあのトリッククラウンを混ぜないようにします。で、ここ2体でカンゴルゴーム作ります。このフレシアカンゴルゴーム1癖がめっちゃ強い。これをする大光天使にするとブラックホール飛んでこない限り大丈夫で、ブラックホール飛んできたとしてもブリザードとかあの清掃とかがあれば一応大丈夫です。ブリザード望ましいって感じかな。で、こいつ出てくるんですがここ無視します。でビーナス出てきてこのフレシアの小悪魔の効果で奈落当てていって、カンゴルがいるんですよ。これこれが強くて、マスターヒペリオンって除外し墓地から1枚除外してフィールドのカード1枚を破壊するって効果なんですね。なんでカンゴルゴームの効果で相手フィールドのモンスターを指定させることができます。なのでマスターヒペリオンに対してのカンゴルゴームっていうのがドカウンターなんですよ。なのでこれで GG となります。なんで、まあ1体モンスター人投げトロールでしたけど、アコアビーナスとかだったとして、あの大取りでパクってるんで、まあ盤面としてはこっちがかなり取れてる。相手はマスターヒペリオン効果使えないのでマスターヒペリオンで殴るぐらいしかできなくなります。これロンギとか引いてなくてこれなんで、大光天使相手には先行取ればかなりやれると思います。で高校取ったとしてもブラッドローズとかスターダストとかいないんであればいけるんだけど、いるんであれば、まあ、ちょっとめんどくさいねって感じです。はい、まあ言うてなんとか結構なる。うん、その辺がいたとしても月の書か聖杯かが絡んでいたらいけるし、そもそも論議あればその展開作らせないっていうこともできるしっていう感じだし、盤面あのめんどくさいことになったとしても大取りがあれば結構返せるしとかっていう風な感じになります。というわけでいかがだったでしょうか。今日はエンタメージご紹介させていただきました。参考になれば、チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。